恐れられるこの足を名指しするプーカとはお前か。プーカ、私はタイタニアの王子コルネリウスです。エリオンの北方を滑る王よ、あなたの国に害をなすつもりは毛頭ありません。ただ領土を横切る許可をいただきたいのです。冥界を這い出した罪人の言うことでは信じられる話ではないな。私は罪など犯してはいない。口先でなら何とでも言えよう。だが確かにその剣には見覚えがある。先代のタイタニア王に我が国から送った特別な剣だ。まんざら嘘でもなさそうだが、お前が王子で罪人でないというなら武勇でもってまずその証を立てよう。そうだな、我が国随一の勇猛な武将ブリガン公の格牌を持って参れ。それができれば話を信じてやろう。承知しました。命を懸けて証を立てましょう。あなたの剣をお返しします。本当に行くというのですか。ブリガン殿はただでさえプーカたちを嫌っています。外では王の命令を受けた者たちが刃を向けてくるでしょう。お父様はできぬことを承知で言っているのです。ご心配ありがとう。だが私はタイタニアの王子、名誉にかけて必ずやり遂げてみせる。次々と酒を持ってこい。王大名、女どもなど戦場で全く役に立たぬわ。ブリガン様、大変です。うるさいぞ。なんだ。ブリガン殿とお見受けします。このような姿ではあるが、私はタイタニアの王子コルネリウス。訳あってその杯を借りに参りました。何の冗談か分からんが、プーカめ、目障りだ。この核灰が欲しいか。なら代わりにお前の毛皮を差し出せ。そんなちっぽけな毛皮では何の役にも立たんが。タイタニアの王子とやら、約束通りお前の武勇をたたえ、改めて客人としてもてなそう。まあただ冥界の女王も私をそう呼んだ。王にお尋ねしたい。なぜ私をプーカと呼ぶのか。お前のように呪詛によって姿形が獣に変じた者たちをプーカと呼ぶのだ。強い呪詛よ、幾千の魔法を操る世の力をもってしても解けぬ。誰かが私を陥れようとしているのなら、その犯人を突き止めねば。おう、私は一刻も早く祖国に戻りたいと思います。好きにするといい。グエンドリ、王子を国境まで送って差し上げろ。仰せの通りに。感謝いたします。王大人、腕に覚えのある方とは知らず、先ほどは失礼を。いいえ、異国でのお心遣い身に染みました。王国にいた頃がまるで遠い思い出のようだ。とうとう戻れる、私の国タイタニア。